おはようございます。今日も配信しています。夢が広がるカフェになりたいちはるです。今日もよろしくお願いします。今日のテーマは自分を抱きしめてあげる、自分を抱きしめてあげるです。私ね、人を幸せにする仕事を生涯していきたいって思うんですね。私は人を幸せにする仕事を生涯していきたいって思う。だけどね、正直自分に自信がないところがあるんです。自分自身に今も自信がなくって、私にはできるかなって思う気持ちがある。でそんなことをポロッと話をした時にある方がね言ってくださったんですね。ある方ってね、私の町の、で一番、成功している社長さんなんだけども、その社長さんが言ってくださったんですね。その社長さんはねいつもニコニコして働いてらっしゃるのね。で、それはまず自分を認めてあげることだねって言ってくれました。まず、は自分を認めてあげること、自分が自分を認めてあげること。ああ確かにそうだなって思いました。そういった言葉はよく、耳にしていましたが、昨日ねそう声をかけていただいて、より私の中にねスコンと落ちてきましたね。そう、まずは自分が自分を認めてあげること、そして自分が自分を一番愛してあげることが大事だなって思います。だけどなかなかできないよね。自分を好きになる、自分を大好きになる、そして自分に自信を持つ、なかなかできないことってあると思います。やれてたらね、今の私もやれていたと思います。じゃあどうするかっていうと、私思うんですね。両手を大きく開いて、で自分のねその手を肩に当て、肩でに当てて、自分が自分をね抱きしめてあげるんです。自分が自分をぐっと抱きしめてあげる。でその時に目をつぶって意識するのは抱かれている肩ですね。肩に、自分の手の温かさを感じます。触ってくれていること、自分が抱かれているっていうことをね意識するんです。でそれを思いながら自分に対して、いつもありがとうね、大丈夫だよ、大好きだよね、本当にあなたは愛されている、そして、あなたには本当に素晴らしいものがあるから、それを信じてあとは動いていけばいいっていうことをね、自分が自分に言ってあげるのね。両手を大きく開いて、その手で、自分をぐっと抱きしめてあげる。自分が自分をね実際に抱きしめてあげてください。そして目をつぶって自分に言うんです。大好きだよ、大丈夫だよ、あなたには本当に素晴らしいものがある、だからそれをねあとは出していけばいいんだよ。こんにちは、おはようございます。はい、そんな風にね思ってあげればいいと思います。さあ、今日、そしてこれはね1回だけじゃなくって毎日繰り返していけるといいと思います。はい、ということで、自分が自分を抱きしめてあげましょう。いいことあるよ、楽しんで。 Have a good day。 いってらっしゃい。すごいいいとこですね。